腸がミート剤機スパートレアキャンサーラブラリー第14回は悪性腹膜中皮腫についてお話しさせていただきます。国立がん研究センター中央病院米森管です。よろしくお願いします。腹膜中皮とはどういう病気なのかについて解説したいと思います。体の中には胸膜心脳膜、嚢膜腹膜といった膜があります。 これらの膜は中皮細胞という細胞に覆われておりますお腹の中、つまり腹腔を覆っている膜が腹膜になります腹膜中皮腫はこの腹膜の中皮細胞が悪性化したものを示します下の図でいくと水色のライン、これが腹膜になりここから発生する中皮脂が悪性腹膜中皮になります 注意すべき点は、同じように腹膜から発生するがんである腹膜がんとは異なる疾患であるということです。腹膜中止の症状について解説したいと思います。腹膜中止は早期や無症状です。かなり進行してから症状を呈することが多く、腹水・貯留、腹部・膨満による症状、 つまり、食欲低下や便秘で発症することが多いです。これらの症状をきっかけに検査を行い、診断されることが多いです。腹膜中止の原因について説明したいと思います。すべての原因が分かっているわけではありませんが、胸膜中止と同様にアスベスト、つまり石綿が関与していることが知られています。 アスベストを吸ってから悪性腹膜中止を発症するまでの期間はおおよそ30年から40年平均で40年と言われております日本においてアスベストの使用が全面禁止となったのは2006年ですつまり悪性腹膜中止の患者さんはこれからも増えてくるということが予想されております 悪性腹膜中止の病気の統計です悪性胸膜中止を含む悪性中止は新たに診断される人が1年間に約840人と少ないがんです2013年の中止による死亡総数は1410人であり1995年の死亡総数500人と比較して現在3倍弱に年々増加している状況になっています 2013年の中皮脂腫による死亡総数は1,410人であり1995年の死亡総数500人と比較して3倍弱に年々増加しています。これらの悪性中皮腫の患者さんのうち8割程度が悪性胸膜中皮腫2割弱が悪性腹膜中皮腫残りがその他の発症となっております。 悪性腹膜中止の診断方法について説明します診断のための必須の検査は組織を採取する検査つまり精検になります多くは腹腔鏡もしくは回復精検により検体が採取されます場合によっては超音波で調べながら行う超音波ガイド化精検が行われます 診断のための参考になる検査としては血液検査腫瘍マーカーである CA125 CA153 ががになることが多いです。ただしこれらの腫瘍マーカーで悪性腹膜中止と診断することはできませんその他には画像検査内視鏡検査婦人科診察腹水細胞診といった腹膜病変を起こすことが多い消化器官や 腹膜癌の除外という意味で検査が必要になってきます。中皮腫の組織診断です。中皮腫の組織診断に用いる WHO 分類では、中皮腫、上皮型中皮腫、二層型中皮腫、肉腫型中皮腫の三つに分類します。中皮腫の病理診断に用いる WHO 分類は、中皮腫を 上皮型、二層型、肉腫型の三つに分類します。これらの三つの組織型によって。要は異なります。無治療での生存期間の情報については。上皮型が十一ヶ月、二層型が十ヶ月。肉腫型が五か五ヶ月と言われています。 無治療での生存期間については上皮型が11ヶ月二層型が10ヶ月肉腫型が5ヶ月と言われています無治療での生存期間は上皮型が11ヶ月二層型が10ヶ月肉腫型が5ヶ月と言われていますまた治療した場合の平均生存期間については上皮型が16.9ヶ月 二層型が13.1ヶ月、肉腫型が5.5ヶ月という報告があります。上皮型・二層型については、治療によって生存期間が伸びていますが、肉腫型は非常に予後が悪いことが示されています。治療をした場合の生存期間については、上皮型が16.9ヶ月、二層型が13.1ヶ月、肉腫型が5.5ヶ月となっています。 中皮腫の病理診断のスライドを見てみましょう。左から上皮型、二層型、肉腫型になります。上皮型の患者さんが60%と多く、二層型が30%、肉腫型が10%と続きます。上皮型では、一見正常に見えるような円形の中皮細胞が 腫瘍性に増殖しております右下の肉腫型では防水系の悪性細胞が錯綜配列をしております二層型ではこれら上皮型、肉腫型の細胞のようなものが混在して存在しています悪性腹膜中止の治療について見てみましょうまず悪性腹膜中質は根治が非常に難しい疾患として知られています 手術や放射線などの局所治療の効果は限定的ですしたがって治療の主軸は化学療法、つまり抗がん剤治療になりますしかしながら、悪性腹膜の中止の患者さんは非常に少ないため悪性腹膜中止に限った治療の研究は多くありませんしたがって、悪性胸膜中止に基づいて治療が行われることが多いです さて、ここで、悪性胸膜中止に対する化学療法について見てみましょう。日本で承認されている薬剤は、シスプラチンプラスペメトレキサド療法、そして、2021年4月に承認されましたニボルマブ・イピリブマブ療法があります。海外で使用されている薬剤としては、シスプラチン、ペメトレキセド、 ベバシズマブの併用療法カルボプラチン・ペメトレキセドそれにベバシズマブを足す治療法またゲムシタビン炭剤・ミノレルビン炭剤の治療法が行われていますシスプラチン・ペメトレキセド療法について解説したいと思います胸膜中止の患者さんを対象にシスプラチン炭剤と シスプラチンプラスペメトレキセドを比べるランダム化比較試験が行われていますシスプラチン単剤の治療の生存期間9.3ヶ月に対してシスプラチンとペメトレキサドの併用療法は12.1ヶ月と延長しておりましたまた、治療から病気が悪化するまでの期間についてもシスプラチン単剤が3.9ヶ月 シスプラチンプラスペメトルキセド療法は5.7ヶ月と優位に延長していたことが示されていますもう一つの日本で行われる治療法のニボルマブ・イピリムマブ療法についての成績を見てみましょうこれも悪性胸膜中皮腫の患者さんを対象に化学療法とニボルマブプラスイピリムマブ療法を比較した試験になりますニボルマブ イピリムマブ療法の生存期間中央値は18.1ヶ月化学療法については14.1ヶ月とニボルマブ・ブイピリム療法ががに延長してていいたことが示されています。一方で治療してから悪化するまでの期間についてはニボルマブプラスイピリムマブ療法また化学療法とともに約7ヶ月程度と変わりはありませんでした。 現在国内では悪性中皮腫を対象とした臨床試験が行われています対象となる疾患については胸膜中皮腫を除いた悪性中皮腫になりますつまり腹膜中皮腫であったり心膜中皮腫などになりますこの試験の目的は悪性中皮腫に対するニボルマブオブジーボを用いた 治療の有効性及び安全性の検討になります。日本国内の複数の施設で実施している試験になります。2021年6月1日時点、現在、参加患者さんを募集しているところであります。最新の情報を確認してください。悪性腹膜中皮腫の研究開発については、 さまざまな試みが行われておりますその一つをご紹介します悪性腹膜中一種の患者さんのゲノム解析を実施された研究がありますこの研究では DNA 修復やエピジェネティクス細胞周期調整に関わる遺伝子異常が報告されています現在、これらの遺伝子異常を標的とした薬剤開発が注目されています 悪性腹膜中皮の薬剤の研究開発は非常に難しいところでありますがこのような研究の成果を用いてより早くより良いお薬を患者さんに届けるため製薬企業研究機関医療者は日夜研究に努力しているところであります。ごご視聴ありがとうございました。